よう、お疲れさん。アークライドニーのレン、元天使君たち。な、おいおい。どうしてあなたたちが。破壊に双子ども。ひと月ぶり、ネメスト以来ですか。そちらのお嬢さんの陰で割り込んだのかな。ああ、それとレティにもちょいと協力してもらってな。なんだかんだレティもあなたには甘いんだから。なあなあおっさん、ちょっと空気読めなさすぎじゃね。こいつらの決着がどうなろうが僕たち何の関係もねえんだろ。なんとか入れたのはいいけど、ちょっと意味わかんない。島で仕事は終わってるはずだし、正直付き合ってられないんだけど。まあそう5年なって、人生たまには寄り道も大切だぜ。お前らもせっかくとっておきの舞台で事件の決着をつけに行くんだ、なんか適当な前座で上げていきたいんじゃないかと思ってね。どの口が。あなたたちの手など借りずとも、すでに炎はたぎるほどです。うふう、操られてた時の記憶でも怖いおじさんだったけど、やっぱり趣味悪すぎ。なあちゃんもドン引きレベルかも。ネメス島での一件、報告書で確認させてもらったが、 BC 兵器の所持、使用未遂、さすがに見逃せるものではないぞ。おっと、アルマータ壊滅での協力も賞味期限切れになっちまったかね。ま、協定もそろそろ終わりだ。今後とも改めてよろしく頼むぜ。ああ、こちらこそ。名手、結社の長と大統領との相互不干渉協定でしたか。一国の元首が得体の知れない組織とそんなものを結んでるのも驚きだけど。ま、そういうのはそっち同士で勝手にやっててくれりゃいい。要はネメス島で尻尾を巻いて以来、退屈で仕方なかったってところか。なら、うだうだ話すのもめんどくせえ。とっととやり合おうじゃねえか。へえ、なんか覚悟完了って感じじゃん。メンツもそうだけど、島の時より面倒そうだね。それでいいんだよ。若いうちの苦労は勝手でもってな。ついでにお前らの最終試験もしてやる。おじさんにいいとこ見せてくれよ。へえ、それって本気？いいねいいね、最高に上がるじゃん。またろくでもないことだが、立ちふさがるなら受けて立つ。あなたの毒もついでに味見させてもらおうかな。ネメス島での借り、この場で返させてもらうよ。バンさんたちと一緒に乗り越えた僕自身の力と意志で。レンも私もいい加減あなたにはうんざりしてたところだし、存分に意趣返しをさせてもらうわ、千の破壊者。オーケー、そんじゃレッツパーリー&ショータイム。決めるわよ。ボーナスステージ楽しんでいけよ。最終試験はビシッと決めるか。最後にいいとこ見せないとね。はあ、そうだよ。ふっふん、うん、いい感じだね。頼んだ、白くいかせよ。切り刻め。ったく、ハードだな。正気、
ここです。いい具合に決まったぜ。アップです。クソが、ふざけんじゃねえぞこら。いくせ、言葉が汚い。まあムカつくのは確かだけど、この人数差でやはりとんでもない後輩どもだな。古巣の元パイセンとして締めて従順にしときたかったけど。締める？学園ものでもそれはジャンルが違うんじゃ。はっはー、いやーほんと期待以上に楽しませてくれるね。だが言ったように正真正銘前座を務めただけでね。てめえ、このまま逃げられるとでも。とっとと行けよ最悪。正直このタイミングで来てくれてむしろせいせいしたくらいだぜ。これからの決着、あんたに妙な形で水を刺されずに済んだ意味ではな。確かに文字通り最低最悪のやり方で絡まれる可能性もあったでしょうね。あの方にたしなめられちまったし、しばらくはおとなしくするつもりなんだが、とはいえ約束は約束だ。イクス・エルダリオン並びにヨルダ・エルダリオン、お前らには執行者ナンバー20を連名で与える。ラストから3番目のナンバーだ。せいぜい楽しく踊ってもらおうか。おっさあ来た、これ連名ってのはせこいけど、まあいいや。別にそれは構わないけど、あらゆる自由ってのは魅力的だね。期間限定の裏切りは終了、すでに結社にも復帰済みということか。そして2年前に確認された19に続く執行者の新ナンバー。まさか私の後輩に仕立て上げるとは思わなかったけど、やっぱり最悪ね、ハウッドおじさん。何よりの褒め言葉だな。じゃ失礼するぜ。せいぜいあっさり食われんなよ。バイ、次は絶対ホイズラ欠かせっから。それじゃね。ま、死なない程度に頑張れば。一体何だったのよあいつら。気持ちはわかる、あれに突っ込むのは無理かな。うん、よくわからないけど、やっぱり言葉遣いが優雅じゃないわ。ヨルダ91点、イクス78点はまあまあだったけど。だからどんな基準だよ。はあ、島のことがあったからどうしても身構えちゃってたけど、もう少しガツンと言えればよかったかな。カトルさん、そんなことないですよ。はい、立派だったと思います。ふっ、元より話が通じる相手じゃねえ。妙な試験に使われたのは尺だが、出落ちさせてザマートでも思っとけ。それもそうだね。時間は取られましたが、これでもう阻むものはなさそうです。ええ、いい感じに体を温めることもできたわ。そろそろ行こうかバン。ああ、そんじゃケリをつけに行くぞ。